Yo, 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 来たよ。西区は feeling good。スセンジは俺にしてみりゃ遊園地。は？よこしたよこした。早く、早くよこした。早く。早いな。はい。世界大会金賞、行列のできる中国料理店ですって。世界大会金賞ってめちゃくちゃすごくない？スセンジはちょっと田舎の方、のどかなところに当たる。そのスセンジに行列のできる中国料理店、こんなの絶対わかるでしょ。久留米出身のこがけんさんが福岡県民と触れ合いながらお題となる自慢を探すこちらの企画。ロケでは県民が秘めている自慢を町内放送のように披露してもらいます。わが町自慢バリハヤ町内放送。すいません、ちょっとお時間いいですか？はい。行列のできる中国料理店ってご存知ですか？いや、わかんない。知らない。あれ違う、小倉なんで。あ、小倉の方か。さすがにわかんないよね、それはね。お二人の自慢をちょっと伺ってもいいでしょうか、ということでね。自慢特撮好き で、うん、でお互いやっぱり今仮面ライダーのグッズとか集めてます。今までのベルトとかも結構集めてたりする？僕が結構持ってて。あ、嘘。ちょっとあの好きな仮面ライダーの変身ポーズ。仮面ライダーリバイスに出てくる仮面ライダージャンヌっていう。あ、ジャンヌ、はい。変身。あー、いいですね、いいですね。もうカシャンカシャンって音が俺頭に聞こえてるから。俺の中では聞こえてんのよ。今大丈夫ですか？世界大会金賞、行列のできる中国料理店っていうのを探してるんだけど、なんか見たことかもしれない。いや、わかんない。なんか一回調べたことあるよ、 Google マップで。そこにあるレンゲっていうお店。レンゲっていうお店ね。でも食べたことはないのね。ないです。ないですね。なるほど、はい。ここまっすぐ行ったらあるって言ってたからな、右側に。ああ、ここだ。ねえ、レンゲさん、ちょっと行ってみましょう。すいません、ちょっとお話よろしいでしょうか。はい。わが町自慢で世界大会金賞、行列のできる中国料理店っていうのを探してるんですけども、はい、こちらのお店でしょうか。間違いないです。 OK。 今年でオープン9年目の中華洗剤レンゲ。オーナーシェフの福本博一さんは2008年本場北京で開かれた中国料理のオリンピック的存在、中国料理世界大会に日本代表として出場。14の国や地域からおよそ300人が参加して、その技術を競い、日本人ながら見事最高順位の金賞に輝いたんです。素晴らしい。まあ、自分は出たのが前菜担当だったので、はい、これが自分の出した料理ですね。料理というもう概念のレベルじゃなくて、この鱗一枚一枚もね。そうですね、それはエビで。いや、これは芸術だ。あの、もしかしてお師匠さんですか？そうです、自分のお師匠さんです。陳建民さん の、はい、あの愛弟子でして。あら、陳建一さんの兄弟子に当たる方ですね。なるほど。え、料理の鉄人の兄弟子ですよ。日本四川料理界の巨匠陳建民さんの技術を受け継ぐ本格中華、うん、福本さんの料理を求めて店先にはオープン前から行列が。一番人気はこのグツグツと煮立った麻婆豆腐。その人気の秘密は、ご飯にかけたい。工夫は出れないんですけど、うちはちょっとこの豆板醤のあれも欲しいので。なるほど。若い方の豆板醤ですね、はい。これはあの3年以上熟成したフィーシェン豆板醤。フィーシェン豆板醤、すでにもう2種類豆板醤入ってるんですけど。はい。さらに麻婆豆腐専用のラー油を投入。世界一の称号を持つ福本さんが作る麻婆豆腐といよいよご対面です。これはいいですね、本当に。あ、でもいただきます。すいません。はい、出ます。オーマイガー。
シューマイが出ましたね。すいません、うまいが出ちゃいました。うわ、もううまい、めちゃくちゃうまい。辛さとかじゃなくて、もうそこの奥が奥深いんですよ。食べた時の鼻から抜けていく香りがめちゃくちゃいいです。もともと私、和食の料理になると思ったんですよ。あ、そうなんですか。研修に行く時に、お前和食より中華の方が向いてるよって言われて、研修に行ったらすんごい仕事が繊細なんですよね、細かいんですよ。あ、面白いなって思って、で、今に至るんですよね。今や日本の中国料理界の第一線で活躍する福本さん、その世界一の腕前を称え、こがけんさんから歌のプレゼント。福本さんの感動の麻婆食べれてよかった。福本さんが和食に進まなくてよかった。食べれないよこの麻婆豆腐は。よかったです、本当に。本当に、はい、和食への未練とかもない。いや、まだ続けるここから続けるもう終わってたよ今絶対に。